県は今日新たに815件の検査があり、89人の陽性が確認されたと発表しました。1日としては過去最多となります。山口知事は15日までのお盆期間、外出は自粛し自宅で過ごすこと、また久しぶりの友人や親戚との会食などは避けるよう呼びかけました。私が一番恐れているのは、そのコロナを恐れるがあまり、その切迫する大雨に対するそのリスクというところから逃れられないこと。一方、今はまず大雨への警戒が必要だとして、危険が迫る前に躊躇なく避難してほしいとしています。